日本バックギャモン協会は日本におけるバックギャモン普及のために設立された団体。略称は JBS。主な活動内容は隠しトーナメントの開催、運営、動画配信、レーティング管理、世界選手権への代表派遣、通販ショップの運営などを行っている。1993年11月に発足。1995年1月に 約20年の歴史を持つ日本バックギャモン協会を継承し、日本バックギャモン連盟が日本で唯一のパブリックな団体となった。下平健二を中心として活動が開始された。1997年2月1日より日本バックギャモン協会に改称した。2021年3月に一般財団法人化され、英語表記をジャパニーズバックギャモンリーグから ジャパニーズバックギアモンソサイティに解消した。代表理事にプロプレイヤーの持月正幸、理事は来住みの京子が務めることになった。現在の会員数は約170名。協会はタイトル戦を開催している。日本選手権、王位戦、名人戦、万生戦は20年以上の歴史がある。日本選手権、王位戦はイベント時に開催される。 トーナメントのタイトルであり、他の二つは霊界などを用いてリーグ戦で争われる。2018年からは採用戦が開始された。すべての試合をオンラインサーバー上での対局を基本として実施される。トーナメントで行われる。2021年の協会の一般社団法人化に伴い規制戦の新設を発表。創設会員とトッププレイヤーのみ参加資格を持ち。 ダブルスで行われる。初開催の日は未定である。タイトル戦の選手のレベルは非常に高く、世界的に見てもトップレベルの試合が繰り広げられる。上記のタイトル戦の他に、地域ごとのオープン戦、25歳以下限定の新鋭戦がある。ありがとうございます。